志賀直哉作、堀端の住まい。ひと夏山陰松江に暮らしたことがある。町外れの堀に臨んだささやかな家で、一人住まいには申し分なかった。庭から石段ですぐ堀になっている。対岸は城の裏の森で、大きな木が幹を傾け、水の上に低く枝を伸ばしている。水は浅く、マコモが生え、錆びた具合堀というより古い池の趣があった。仁踊りが始終マコモの間を泣きながら行き来した。私はここでできるだけ簡素な暮らしをした。人と人と人との交渉で疲れ切った。都会の生活から来ると大変心が休まった。虫と鳥と魚と水と草と空と、それから最後に人間との交渉ある暮らしだった。遅く帰ってくる。入り口の電灯にヤモリが幾匹かたかっている。この通りでは私の家だけが見当をつけている。で、近所のヤモリが集まってくる。私はいつも首筋に不安を感じ、急いでその下を潜る。それは虫でもありがたくない方の交渉だが、その他私がもしも電灯をつけ忘れてでもいれば、いろいろな虫が座敷の中に集まっていた。ガやカブトムシやヒトリムシが電灯の周りに渦巻いている。それを狙うトノサマガエルが幾匹となく畳の上にうずくまっている。それらは私の足音に驚いて堀の方へ逃げていくが、柱に止まったコノハガエルはできるだけ体をねじ曲げ、金色の目をくりくり動かしながら私という不意な侵入者をにらみつけている。実際私は虫の住処を驚かした侵入者に違いなかった。私は一通り虫を追い出し、この座敷を自身のものに取り返す。そして書き物を始める。明け方、疲れ切って床へ入る。堀では静かな夜明けを我が物顔に鯉や船が騒いでいる。ちょうど産卵期で、岸でそれらは盛んに跳ね騒いだ。私はその水音を聞きながら眠りに落ちてゆく。10時、私はもう暑くて寝ていられない。起きると庭続きの隣のかみさんが私のために火種を持ってくる。7人はいつも庭先のスモモの木の下に出しっぱなしにしてある。かみさんは勝手に台所から炭を持ってきて、それで火を起こし、やかんをかけて帰ってゆく。私は床を上げ、井戸端で顔を洗い、体を拭いてから食事の支度にかかる。パンとバターと、バターはこの県の主畜牧場でできる上等なのがあった。紅茶と生のきゅうりと、時にラディッシュの酢漬けができている。前に私は尾道に一人住まいをして、その時は初めて家を離れた寂しさから、なるべく居心地よく暮らすために日常道具を十二分に整えた。しかし実際はそれらを少しも使わなかった経験から、今度はできるだけ簡素にと心がけた。食器はパンと紅茶にいるもの以外何もなかった。もし客でもあると瀬戸引きの金だらいで牛肉のすき焼きをした。別に汚いとは感じなかった。かえってそれを再び洗面器として使う時の方が汚かった。一つバケツで着物を洗い、食器を洗った。じゃがいもを洗面器で茹でるとき、台所の揚げ板を蓋にした。
私が寝ている間に釣り好きの家主がよく船や鯉を釣っていった。私のために七八寸の大きな船をエラから糸を通し犬でもつなぐようにして堀へ放しておいてくれることがある。私はそれを刻んで隣の鶏にやる。隣は若い大工の夫婦で、しかし本業は暇らしく副業の養鶏の方を熱心にやっていた。庭に境がなく、鶏は始終私の方にも来ていた。鶏の生活を丁寧に見ていると、なかなか興味があった。親鳥のいかにも母親らしい様子、ひな鳥の子供らしい無邪気の様子、オンドリの家長らしい威厳を持った態度、それらがいずれもそれらしくしっくりとそのところにはまって一つの生活を形作っているのが見ていて愉快だった。城の森から飛び立つ飛びの低く上を舞うような時に、面取り、ひな取りなどの驚き慌てて木の陰草の中に隠れる時、一人呆然とそれに対抗し興奮しながらその辺を大股に歩き回っているのがオンドリだった。小さいヒナたちが親鳥のする通りに足で地をかき、一足下がって餌を拾う様子とか、親鳥が砂を浴び出すとそろってその周りで砂を浴び出す様子なども面白かった。ことに色の冴えた小さいトサカと鮮やかな黄色い足とを持った百日ビナの臆病で慌て者で敏捷でいかにも生き生きしているのを見るのは興味があった。それは人間の元気な小娘を見るのと少しも変わりがなかった。美しいよりむしろ艶っぽく感じられた。縁にあぐらをかき食事をしていると、決まってで熊坂長藩という黒い肉肉しい雄鳥が五六羽の面鳥を引き連れ前をうろついた。熊坂は首を伸ばし、ある予期を持って片方の目で私の方を見ている。私がパンの切れを投げてやると、熊坂は少し慌てながらしきりに面鳥を呼び、それを食わせる。そして合間に自身もその一切れを飲み込んでケロリとしていた。ある雨風の激しい日だった。私は戸を立て切った薄暗い家の中で退屈しきっていた。ムシムシとして気分も悪くなる。午後とうとう思い切って靴を履き、ゴムマントを着、あてもなく吹き降りの外へ出ていった。帰り同じ道を歩くのは嫌だったから、私は汽車道に沿うて次の湯町という駅まで顔を雨に打たし、がむしゃらに歩いた。雨は骨まで通り、マントの間から湯気が立った。そして私の停滞した気分は血の循環とともにすっかり治った。みちみち見た貯水池の睡蓮が非常に美しかった。森に囲まれた濡れ灰色の水面に雨に煙ってぼんやりと白い花がポツポツ浮かんでいる。吹き降りに見る花としてはこの上ないものに思われた。湯町から六七章入った山の狭間に玉造りという温泉があるが、その時ちょうど帰るにいい汽車が来たので私はそのまま引き返した。松江の殿町という町の路地の奥に親子二人きりでやっている素人下宿がある。私はいつもその家で夜の食事をしていた。帰りその家へ寄る。日が暮れると雨は小降りになった。しばらくして浴衣と傘と足だとを借り、私がその家を出た頃には風だけでもう雨は止んでいた。昼のムシムシした気候から急に涼しい気持ちのいい夜になっていた。
物産陳列場の白いペンキ塗りの旧式な洋館の上に青白い半掛けの月がぼんやり出ていた。切れ切れな淡い雲が一方へ一方へ気ぜわしく飛ばされていく。いいくらいの疲労と満腹とで私は珍しくゆったりした気分になっていた。これから仕事で夜を明かすには惜しい気分だった。気楽な本でも読みながら安楽に眠りたい気分だ。私は帰ると床を述べ横になった。あつらえ向きの読み物もなく読みかけの翻訳小説に目をさらしすぐ眠るつもりだったが、さて毎夜の癖で眠ろうと思うとかえって目がさえなかなか寝つかれなかった。私はその小説をどのくらい読んだろう。その時不意に隣の鳥小屋でけたたましい鶏の鳴き声とともに何か箱の中で暴れる音と、そして大工夫婦が何か怒鳴りながら出てくるのを聞いた。私は枕から首を浮かし耳を澄ました。イタチか猫かがかかったに違いないと思った。物音はすぐやみ、めんどりのコッコッと鳴く声だけがしていた。夫婦はそこで立ち話をしていたが、それもしばらくして家へ入り、あとはまた元の静かさに帰った。まあ鶏も無事だったのだろう、そう思い間もなく私も眠りについた。翌日は風もやみ晴れたいい日になっていた。毎日のことで私が雨戸を来ると隣のかみさんはすぐ火種を持ってきた。かみさんは私の顔を見るなり、やぜんとうとう猫に一匹取られましたと言った。親鳥ですよ。何ね、我が身だけなら逃げられたのだが、ひなをかばって殺されたんですよ。かわいそうに。あそこにいるあの仲間の親です。猫はどうしました？逃しました。残念なことをしましたね。そりゃ今夜きっと落としにかけて取りますよ。そううまくいきますか？きっと取ってみせます。ヒナらは堀の縁の吹きの茂みの中にみんなかがんで不安そうに首を並べてピヨピヨ泣いていた。私が近づくとヒナらはこっちへ顔を向けていたが、中の一羽が立つと一斉にみんな立ち上がって前のめりにできるだけ首を伸ばし逃げていった。親なしでも育ちますか？そりゃあ他の親が世話をしないものですか？しませんね。実際コジラに対し他の親鳥は決して親切ではなかった。コジラは見境なく自分たちより少し前に帰ったヒナと一緒になってその親鳥の羽の下に潜り込もうとした。親鳥はその度神経質にその頭や尻をつついて追いやった。コジラは何かに頼りたい風で一段となり不安そうにその辺を見回していた。殺された親鳥の肉は大工夫婦のその日の祭になった。そしてそのぶつ切りにされた頬の赤い肉はそれだけで庭へ放り出されてあった。半開きの目をし軽くくちばしを開いた首は恨みを飲んでいるように見えた。ヒナらは恐る恐るそれに集まるが、それを自分たちの親鳥の首と思っているようには見えなかった。あるヒナは
切り口のザクロのように開いた肉をついばんだ。首はついばまれるたび、砂の上で向きを変えた。私は今晩、猫がうまく罠にかかってくれるといいがと思った。その要則、とうとう猫は望み通り罠にかかった。起きてきた大工夫婦は興奮した調子で何かしゃべりながら罠に使った箱を上からなお厳重に藁縄で縛り上げた。こうしておけばもう大丈夫だ。明日はこのまま堀へ沈めてやる。こんなことを言っているのが聞こえた。大工夫婦は家へ入った。私はそれからも一人書き物をしていたが、箱の中で暴れる猫の声がやかましく気になった。今宵一夜の命だと思うとかわいそうでもあるが、どうも致し方ないとも思われた。猫は少し静かにしていると思うと、また急に苛立ち、ギャーギャーと変な声を出して暴れた。ガリガリと箱をかく音がうるさい。しかしそれも到底益ないと思うと、今度は妙妙といかにも哀れっぽい声で嘆願し始める。猫は根気よくそういう声を続けているが、そのうち私もだんだんにそれに引き込まれ、助けられるものなら助けてやりたい気持ちになった。猫は散々それを続けた上で、なおその甲斐がないと知ると、絶望的な野蛮な声を張り上げて暴れ出す。それらを交互に根気よく繰り返した末に、結局何もかも思い切ったふうに静かになってしまった。私は現在そこに息をしているものが、夜明けとともに私物と変えられてしまうことを思うといい気がしなかった。この静かな夜更け、冷めているものといっては私とその猫だけだった。その一つの命が明日は絶たれる運命にあると思うと寂しい気持ちになる。猫が鳥を取るのは仕方がないではないか。ことに不老者の猫がそれを狙うのは当たり前のことだ。さればこそ鶏を飼う者はそれだけの設備をして飼っている。たまたま豪雨で箱の蓋を閉め忘れたために襲われたということは、猫が悪いよりも忘れた者の落ち度と見る方が本当なのだ。特別の運転を持って今度だけは逃してやるといいのだ。私は昼間ひならを見ていた時とだいぶ異なった気持ちでそんなことを思った。しかし事実はそれに対し私は何事もできなかった。指一つ加えられないことのような気がするのだ。こういう場合私はどうすればいいかを知らない。ひなもかわいそうだし、親もかわいそうだ。そしてそういう不幸を作り出した猫も、こう捉えられてみるとかわいそうでならなくなる。しかも隣の夫婦にすれば、この猫を生かしておけないのはあまりに当然なことなので、私の猫に対する気持ちが実際ことに働きかけてゆくべくは、そこに差の余地もないように思われた。私は黙ってそれを見ているより仕方がない。それを私は自分の無慈悲からとは考えなかった。もし無慈悲とすれば、神の無慈悲がこういうものであろうと思えた。神でもない人間、自由意志を持った人間が神のように無慈悲にそれを傍観していたという点で、あるいは非難されれば非難されるのだが、
私としてはその成り行きが不可幸な運命のように感じられ、一矢を加える気もしなかった。翌日私が目覚めた時には猫はすでに殺されていた。死骸は埋められ、罠に使った箱は日向でもう大概乾かされて